皆さんこんにちは健です今日は女子の練習の最終回ですじゃあ始めようで「用法一動作的地点家で休む」在家休息 家で休む。家で休む図書館で勉強する。在図書,館念書図書館で勉強する。 図書館で勉強するデパートで買い物する在百貨公司購物デパートで買い物するデパートで買い物する 病院で検査する。在医院检查。病院で検査する。病院で検査する。で、用法2、動作の方法、材料。 バスで行く大巴士去バスで行くバスで行くナイフで切る用刀子切 ナイフで切る,ナイフで切るカードで払うカードで払うカードで払う 用法3、動作の原因、理由。風で休む。因為感冒休息風で休む。風で休む。 院交通事故で入院する。交通事故で入院する。緊張で震する。でえる。 緊張で震える緊張で震えるで用法4動作的状態情况全力で走る 全力,的奔跑全力で走る全力で走るスーツでデートする穿着西じゅんスーツで デートするスーツでデートする笑顔で話す笑,话笑顔で話す笑顔で話す <で>用法文述范围富士山は日本で一番高い富士山在日本是最高的富士山は日本で一番高い 富士山は日本で一番高い彼女はクラスで人気だ彼女はクラスで人気だ。 彼女はクラスで人気だ。一日で三冊本を読む。一日で三冊本を読む。 一日で三冊本を読む。から。用法一、地点、事情、時間的起点。明日から夏休みだ。从明天开始暑假。明日から夏休みだ。 明日から夏休みだ朝から忙しい忙朝から忙しい朝から忙しい 2時,2時から会議が始まる2時から会議が始まる2時から会議が始まる学校から帰る 从学,校回家学校から帰る学校から帰る空から花が散る花層天空散落 空から花が散る空から花が散る目から涙が出る眼泪从眼睛流出目から涙が出る 目から涙が出るより「用法一、比较の標準「北海道は東京より大きい」北海道比東京大北海道は 東京より大きい北海道は東京より大きい太陽は月より遠い太陽は 月より遠い太陽は月より遠い妹は私よりかわいい妹はわたしより妹は私より 「かわいい妹は私よりかわいい」「まで」「用法ぱ地点」「事情、時間ゅ到達点」「朝まで働く」「工作到早上」

学校まで走るみなさんおつかれさまでした。じゃあまたね。